私たちが空に上がり、リーアムと合流しようとしていた頃、地球軍はマスドライバー確保のために2つの作戦を同時展開していた。一つはザフト占領下にあるビクトリア宇宙港の奪還、もう一つは中立国オーブが保有するマスドライバー施設の接収。プロフェッサーの言う通り、地上の戦闘はますます激しくなってるみたい。大きな戦場こそ避けてきたけれど、気づけば私たちだってこの戦争の節目に何度も立ち会ってきた。でも私たちジャンク屋にできることはほんの一握りだけ。そのことはローだって分かってるはずなんだけど。空か。ロー、どうしたの？いや、俺たちがこうしている間にも地上では戦って死んでいくやつが大勢いるって思うとちょっとな。ロー、何かが間違っているのは分かってるんだけどよ、俺は今のままでいいのかってな。こうしている間にも世界の在り方は刻々と変わり続けていく。戦争が激化の一途をたどる時代の中で、私たちがローが本当にするべきこととは。宿命の決着。さあシードも終わったし、こっちも終わらせましょう。時系列が分かんないから、どのステージをどのタイミングでやってるのか分かんない。最初のコーディネーボス。
口紅してんのか。男と女なのか。
バギナを撃破できる。かっけえ HP。 なんで？壊しやがって。ふん、大きな世界の流れを知らぬ者よ。なんかあったの？万人は一握りの価値のあるものにその生命を捧げるためだけに存在するのだ。なんだと？見て、特になし。Thank you.
ちょっと仲良くなることを探すって、このステージの最後の目標全滅なんだろうな。これひどかったな。わかんない、どれだと美味しいやつ。消えた、消えた、移動車だけやん。世を滑る者には人も物も栄誉も自由にする権利がある。新たな世界の構築のための犠牲など当然のこと。ふざけんな。当然のことならわざわざ変える必要もないはず。何？
倒せねえでやん。
高い上に倒せねえみたいな感じがあるよな。結構高いんだに出てるのかどうかが分かればいい。
雑魚も全部飼っちゃうと漁獲ができなくなるので、あれ漁獲しろったんって漁獲しないとダメだよ。飼ってからゲームクリアじゃないとダメだよ。漁獲が昔すぎてわからん。このシリーズがどうなってるのか。倒せてねえし、なんてこったい。
もう敵だ。まだいた。
え、露覚するの忘れてんじゃん。何のために？を倒したことで私たちとゴールドフレームの因縁は決着した。オーブの表に立つアスハ家に並び、国の暗部を司っていたサハク家。サハクはオーブ本国の陥落をきっかけに地球圏の支配を企み動き出していたらしいけど、結果としてローの行動がその野望を阻止することになったみたい。またサハク家は地球軍のモビルスーツ開発にも関与していて、そのつながりから生まれたのがレッドフレームをはじめとするアストレイの3機だった。アストレイシリーズ、時代の狭間に生み落とされた機体は数奇な運命をたどり、歴史のうねりを渡り歩くこととなった。そしてこれからもこの機体はその名の通り王道ではない道を進んでいく。搭乗者が求める理想、それぞれの生き方を貫くために。アストレイか、もしかしたら俺たちも同じかもしれねえな。コーディネーターもナチュラルも関係ねえ。ただ戦わないでいい世界を目指してるんだからよ。今日は戦争をやめてみんなで楽しく働きたいんだよね。俺一人がどこまでできるかはわからないが、まあ柄じゃねえな。何しろ今やるべきことは決まってる。なんてったって俺たちは由緒正しく誇り高いジャンク屋なんだからな。うん、その方がずっとローらしいよ。さあ宇宙一のジャンク屋として俺の道を突き進んでやるぜ。